こんにちは稲丸フットボールですすよろししくお願いします今回についてはホ、えー本ピカラスタジアムにて FC 回りを迎え撃ちました結果0対1敗戦ということで、えー、2連勝で終わりましたはい結果まあ01惜敗ということですが、まあ、本当に惜しかったのかというとこですねまあ、えー、フォーメーション配置については、えー、このボードの通りですね 流れとしては前半00、後半の立ち上がりから左サイドの渡辺選手を臼井選手に変えて、青戸選手を吉井選手に変えました。で、同時にまあ今治も後半立ち上がりからラルフ選手をセンターフォワードの位置に起用しました。で、後半の早い段階でえっと後藤選手がね、ちょっと負傷。 とということでそこに重松選手が入って、まあ、右側のシャドウに重松選手左側に吉井選手という並びになりましたで何分だったかちょっと出せたんですが、えー、相手に先制点を決められまして、えー、残すカードはナマズタ選手というところですねはいで前半 については、まあ、最初の15分立ち上がり15分についてはもうほぼ安全策といった形で、まあ、主にロングボールを使って、まあ、そんな中で、えー、23231に、えー、いいシーンを作りましたでその後は、まあ、どっちかというと足元でつないでビルードアップしていくような形で。 何分だったかちょっと忘れたんですけど途中からまあ相手3トップ、まあ、ほぼ3トップに対して3バックというまあ同数なので、まあ、そこで数的優位を作るために長谷川選手が、ねえー、西野選手と有利選手の間に降りてきて4、えー、バック化してビルドアップするということが行われてました、まあ、それがえまあ糸口になったかどうか攻撃の糸口になったかどうかはちょっと えーまあ、見返しないのでちょっとあんまり覚えてないんですがまあそうやって、えー、試合の流れの中で修正をしていくっていうのは非常によかったんじゃないかなと思います。でまあそう降りてきた中で、えー、相手のワンアンカーの脇後藤選手にな,りないし青戸選手に対して。 まあセンターバックからねグランドの素早いボールっていうのがなかなか出せてませんでしたので特に西野選手がボールを持った時とか後藤選手がーシャドウの位置でちょっとライン間でいい位置でねフリーでいることが結構ありましたんであそこ一発でつけられるようになれば、まあ、見れてないとつけることはできないんですけど、まあ、そこを意識すれ,すれば、えー、そこにねパスが通すことも可能でしょうしそうすることによって えっと、チャンスは生ままれてくると思います、まあ、例えば前半の15分ぐらいで、えー、相手の前プレスをうまくな、ね、い高橋選手がかいくぐって、えー、ライン間に顔を出してきた、えー、後藤選手にボールが渡りましたで後藤選手が右サイドに展開して、えー、一木選手がクロスしてアウト選手がヘディングでキーパー弾くっていう。 まあ流れとしては非常に良かったんですけど、まあ、ここは後ほどボードを使って説明させてもらいますこういったね、えー、一発でそのギャップが生まれたところの特にシャドウの選手にボール入るとチャンスになるということをもうちょっと、えー、意識した方がいいかなと思いましたで、えー、今治が後半からラルフ選手が入ってきてめちゃくちゃポストプレーうまかったと思うんですけど 彼個人の能力だけでではないと思うんですよ、ね、おそらくその後ろから彼に対する対して出すボールが非常にポストプレーのしやすいボールだったと思います一方讃岐については、まあ、松本選手が前線で1人いてそこをめがけたボールっていうのは大体えっ、ー、と足元のボールもほぼなくて、えーまあ、山なりの放物線を描くようなボールで基本的にヘディングで競り合うような まあポストプレッシャうを言わあてもやや、まあ、イーブン、50/50 50の競り合いになるようなボールばっかりだったのでちょっと難しいかなと。一方、今場については、まあ、必ずまあ後ろ向いたラルフ選手の胸ないし足元に速、えーまあ、い球で、まあ、決して50、50/50ではなくてラルフ選手がすでにもうある程度ボールを。 自分のゾーンに入れられるようなあ球を出せていましたので、まあ、今後のサヌキについてはそういったところポストプレーしやすいような球あトラップしやすいような、えー、パスっていうのを後ろから出せられるようになればよりいいチャンスの幅広がってくるのかなと思いましたで、えー、し FC 今治の島村選手はあのセレッソ大阪のアンダー23で対戦初的から 個人的にちょっと気に入ってる選手なんですが、まあ、やっぱり彼の能力は去年に比べても良くなっているなという印象で彼が高い位置でボールを持って絡んでくると非常にヌキにとって嫌な攻撃になってましたしチームとして岐阜ほどのなんてうんですかここの,の個人の能力っていうのはないもののよりチームとして狙いがあったので。 今回の方が攻撃の怖さを感じましたしそこにああいった島村選手のようなこの能力を持った選手が絡んでくると非常に嫌でしたなので、えー、結構見習うべき点はあるのかなと思います例えば川崎選手が右サイドでボールを持った時、まあ、簡単にクロスを上げられれば中で競ることができるんですけどクロスをキャンセルした時相手の対応があ,り、ま、あって クロス上げられない時に絡んでくるのがだいたい右のシャドウの選手ぐらい例えば後半で言えば重松選手が絡んできてそこで相手を崩せずに後ろに戻すか逆サイドに展開していくというような形でそこを複数人で崩すっていうプレーがはっきり言って今年はまだそんなにできてないのかなと。 え2シーズン前とかだったらこのこ,こ川崎選手と高木選手でえ2人で崩すような場面もありましたしまあそれが今回できないのであればせめてもう1人えサポート入って3人で三角形作ってよし今治がやってたように崩していけたらよかったかなと川崎選手がボール元なんかでまあみんなクロスを期待して中入っていくんですけどそれが上げられないとなった時に ペナルティエリアに2人ないし3人残ったままですんでそこは素早く1人サポートに行って相手の守備をかく乱するというか、まあ、2人で崩せないならば3人というところをやっていってうまくポケットのところを侵入したかったかなと思いますで左サイドであればまあ吉井選手が入ってから非常に推進力で出ましたよねで 手続け2本ぐらい、えー、裏のスペースのランニングからのチャンスがありましたけどあそこをもっともっと後半もっと使っていってよかったんじゃないかなと薄い選手が途中出せる場面でもちょっとキャンセルして後ろに戻すような場面ありましたけどあそこもどん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 使って、えー、使うことによってよりさ抜きの、えー、チャンスが生まれてくると思いますし、えー、圧力 っていいうのもかけられると思いますんであそこはもっっっっとと使っていいたたら分かったかなと思いますで今回ちょっとね、えーまあ、後藤選手がちょいなくなったことでリズムが変わったのかなと重松選手にはちょっと申し訳ないんですけど、うん、やっぱり最前線で使ってもらった方がいいかなとなのであの場合、まあ、いろいろと考えるところあるんですけどツートップ化して、えー、でより早い段階でなまずった選手を入れて23 3, 2, 2の形にしてもかかったんじゃないかないいと思いますやっぱりシグマン選手のところでちょっとブレーキがかかったかなっていうのもありますしね。であとボランチなんですけどあの途中に生タ選手が入ってくるとき個人的には西本選手と交代かなと思ってましたが長谷川選手と,いうこと交代ということで西本選手も正直まだ自分の期待値を超えられてないと思います。というのもやっぱりボールを奪う。 まあ結構気の利いたプレーっていうのは多くあると思うんですけどそこを例えばボール奪った後の最初のパスだったりとか、えー、これからまあカウンターしていくっていう時の1本目のパスとかが西本選手結構相手に引っ掛けることが多くてですねあれはちょっと、まあ、去年も多くありましたしどうにか改善してほしいかなと思うところで。で まあ生津田選手がそこに入るのかなとは思ってましたが、まあ、結果、長谷川選手と交代ということでうーんといった感じですね。あと、ま、内田選手がベンチにいましたんでどうにか得点を狙っていくには彼らを使ってもよかったんじゃないかなとは思いますが、まあ、早い段階で、えー、攻撃のツーシャドウと左ウィングバックを交代しましたんで、まあ、変えるべポジション的には。 内田選手を入れるとしたらもう一気選手のところしかなかったということで、まあ、そこもなかなか難しい選択だなとなのでまあ後半立ち上がりからまあ変え試合の状況を変えるために交代を投じたというのはまあ良かったと思うんですけどそれ逆にあだ、えー、となったかなという部分でもありますね、はい、であとはあ、まあ、ディフェンスラインそうです、ね、本当ビルドアップのところ 伊り選手はいいものを持ってて逆サイドに左サイドの深い位置にボールを蹴ったりとかもできてましたけどまあ遠藤選手と西野選手にそこら辺の能力をもうちょっと高めてもらえればより良くなるかなとで最後の方とかえ左パワープレーになってましたけど遠藤選手が高い位置でボールを持ってで左の。 ワイイドにに、えー、ラインの方に薄い選手が張ってましたねですが遠藤選手が切り返して右足でクロス上げるって言ったようなことをやってましたけど、まあ、ボールの精度とかもろもろ考えると一旦まあそこは薄い選手に預けて、えー、クロス上げてもらった方が確率は上がるのかなとゴールの確率は上がるんじゃないかなと思いました。はいでまあ、相手が今回上手かっったたなと思スリ、まあ、トップ の選手がね。うまくその左右のセンターバックを外に引き出して、その間のスペースを3人目が狙ってくるっていうようなことをやってましたんで、あれは非常にまあ、整理されたいい攻撃だなと思いました。で、今治も多分まあ、こっからいい流れに乗っていきそうな感じではあるので。まあ、次戦う時はまあアウェイになりますが、そこでくじける。よう 相手を、ねえー、倒せるように鎌田前としてはより戦術的な部分で、えー、ブラッシュアップしていく必要があると思います。はいなのでまああとは控え選手を考えると、まあ、佐々木る選手とかね神、えー、谷選手なんかがいても面白かったんじゃないかなと、まあ、それううこそ下川太陽選手とかも、ね、ありだったかなと。で最近、えー 姿を消してますけど中村俊太選手がね、えー、調子を取り戻してうまくスタメンのところに絡んでくるようになればよりまたチームとして厚みが出てきますんでそういうところも期待したいと思います。はいじゃあちょっとあのー、シーン2つぐらいちょっと取り上げて喋、えー、りたいと思います。はい こちらが14分50秒前半のね14分50秒からのシーンです。アウト選手がヘディングでゴールした場面の一連の流れですねえ。右サイドのスローインから一旦後ろに戻します。で戻すときに今治はもうそのまま前線から厳しいプレスに行きます。で、えー、と西野選手かちょっと伊織、えー、選手か忘れたんですけどそこから高橋選手まで下げたときに。 相手のワントップの選手がキーパーまで、えー、厳しくチェックいくんですがこの時にねもともと後藤選手はもうちょっと高い位置だったのをスーッとこの空いたところに位置取を取るんですねそれを、えー、キーパーの高橋選手が見、えー、ちゃんと見てましたんで、えー、浮いた球まで一発で前に向けるような状況に作りました。で、えー、後藤選手は。 前運びながらしっかりと前逆サイドの一輝選手の動きっていうのを見てましたまあこれはチームとしてね一輝選手からクロス上げるっていうのはまあ統一されてる事項だと思いますんでまあちゃんと見てちゃんと出したっていう素晴らしいプレーだったと思いますでまあシンプルに長いボールが出て一輝選手がボールを持ってえまあそのと浩平選手がまあどちらかというとニアの方に走り込んで そこの空いたスペースの後ろ側に。アウト選手が走り込んでヘディングまで行った。っいうまあフォワードたちの動きとしても誠に素晴らしいので、まあ。決めきれなかったのが非常にもったいなかったっていうシーンなんですけど。こうやって、えっ、ー、とまあ後藤選手の良さが非常に出たシーン。だったと思います。彼はこうやって、えっ、ー、と。人と人との間、まあラインかって言ったりとか。まあスペースのところでスッと顔を出してくることができますんで。で、そうやって。 いう中でこういう逆サイドへの展開ができる選手が今かまたまに非常に少なくて少ないんですけどそれができた時は大概チャンスになっているとこれまでの試合を見てもですね非常にそういったプレーはチームとしては少ないんですけれどそれができた時はチャンスにつながっているということを、えー、ともっと選手スタッフともに頭に入れて、まあ、積極的にこういったサイドチェンジ ってていいいうのはしていくべきだと思いますこれは逆から左右から左もそうですけれども、まあ、特にスタメンを見ると左が右利きの渡辺優が雅選手なのでどっちかというと左から上げるというよりかは右の川崎選手からクロスを上げるというのが今回の前半の戦い方だったと思いますので。えー ももっともっととこれ確か12本だったらで、ね、もっとその前半通してこういったプレーをするべきだなと思いますしえ後半についてはまあ左側薄いカンタ選手が出ましたんで、えー、カンタ選手がね、えー、上げられるようなあクロスを上げられるようなあーボールの運び方っていうのも大切になってくるかなとなのでこの場面はまあほぼ、えー、後藤選手さまざまな部分ではあるんですけど 良かったシーンなので取り上げましたじゃあ次もう一個いきますはいこちらがもう一つのまあかったシーンです前半17分過ぎの右サイドからのスローインですねそこからボールを受けた後藤選手ちょっとここにいたんですけど受けて、まあえー、まあボールキープをして一旦後ろに預けますで長谷川選手かなで後藤選手はランニングをしていくと で長谷川選手は左サイドに展開してここ遠藤選手がボールを持って遠藤選手はえっとこれボールにしますね優雅選手に持ってきますでこの段階で後藤選手はもうここまでスーっとしてボ優雅選手がボールを持った段階で右手を上げてねボール出してくれというアピールをして優雅選手がここ右足で蹴ってこのポケットのところに出しますでそれをうまく後藤選手がもらって で、まあ、ここ松本康平選手に渡すわけですけど、まあ結果的にまあゴールにはならなかったんですけど、やっぱりサヌキのいい攻撃には後藤選手が絡んでいるっていうことをまちょっとお伝えしたくてこのシーンをまた取り上げました。ここでね、ボール持ってた後藤選手が一旦後ろを預けて動き直して、えー、このポケットのところでもらうっていうね、非常にいいシーンだったので。 えとこれが、まあ、この試合確か1回ぐらいしかなかったんかなこういうな,なのでもっと狙って、えー、両サイドでこういうことができればねよりチャンスは生まれると思いますんでこういうのを狙ってねできていければいいかなとでおそらく今讃岐の攻撃のキーマンが、まあ、この後藤選手、まあ、もちろん前線の選手みんな まあ絡んできて非常にいい攻撃の時はみんな絡んできてるとは思うんですけどその中でもこの後藤選手の存在っていうのは今でかいと思いますんで、えー、そこを使えなくなった、まあ、怪我といなくなった場合にどうするのかとなのでそういう場合今日みたいな形で言えばえっと吉井選手がね前に推進力ありますからそういったところをもっと有効活用するとかえー、まあもう讃岐にはあの 佐々木渡るっていう素晴らしい選手もいますので彼をこのシャドウの位置で使ってみても面白いんじゃないでしょうか、まあ、このシーンについては、まあ、右サイドでボールを持って左で展開してポケットを狙うっていう素晴らしいシーンだったので取り上げましたはい今回の動画についてはもうこういった流れで終わりたいと思いますけど、まあ、今回自分は開幕節以来 のスタジアム観戦でしたけどちょっと勝利を見届けることができなかったのでまたね次回、自分はいつ行けるかちょっと分かりませんがそのホームでの試合を生で見届けられたらなという,ふうに思いますしまあ今この週末はチームは天皇杯の決勝もありますしまあ決して今回、今までに負けたからといってまあ気落ちする必要もないと思います。これからねチームはまだまだだ強くくなっていく段階ですし 途中のの段階なので、まあ、1年生監督にして、えーまあ、多くの新加入選手がいる中ではチームとしては非常によくやっていると思いますので今後に期待していきたいと思います。はい、で、えー、最後に試合とは全く関係ないんですけどちょっとね今日観戦中に非常に気になったことがありまして、えー、僕は A 席の2階で見てたんですけど 後半ぐらららいかから来られたお客さんかな、まあ、家族4人でお子さんは多分まだ男の子と女の子の45歳の子でいらっしゃって、えー、その2人が非常に元気がよくてね試合中も2人でずっと走り回ってるような状況でした。で 親御さんの旦那さんと奥さんは、まあ、そんな様子を気にかけるわけでもなくずっと試合の方を見てて、えー、その45歳ぐらいの2人兄弟はね、えー、階段を上ったり下りたり走ったりして、まあ、非常に急な階段でもありますんで、まあ、いつ転んじゃうかちょっとヒヤヒヤしてたりとかで2階席なんでやっぱ。 あの柵があるとはいえねもし落下っていう可能性もなきにしてもあらずというところで非常にそのお子さんたちのね動向が気になって、まあ、途中自分感染してる自分とねちょっとぶつかったりとか走ってる彼らが走ってきたもんですから自分にちょっとかする、まあ、ぶつかるというか彼はかするというような感じですけどまあ、そういうこともあって、えー、試合終わったあとにですねその親御さんにちょっと注意しました。えー まあ子供が走り回ってて、えー、ちょっと試合中、ここは走り回るような遊び場じゃないし、親としてはそこちゃんと教育するのが務め,じゃな,い務めなんじゃないですかというふうに、えー、直接ね、言わさせてもらいました。まあ、ただ、その親としてはおそらく響いてなかったんでしょうね、えー、子供に対して、ほら、怒られたよとかね、そんな軽い感じのおお喋り方だったんで、えー、非常にちょっと。 腹立ちましたんで、まあ、子供がね、えー、見に来るっていうのは非常に喜ばしいことだとは思いますでただやっぱりまだその分別がつかない、えー、年頃の子はそうやって遊びたくなるわけじゃないですかでそれを教えるのが親の務めだと思いますんでえー、まあなんというかあそれができないんだったら 個人的には来る資格はないと思いますので、そういった方、もしいらっしゃったら気をつけていただきたいと思いますし、えー、それでちょっとお互いね後、後味悪くなって帰るのも嫌なので、えー、より、えー、まあよく、いい気持ちで帰られる、帰ることができるように、お互い何かできることはあるんじゃないかなと思った次第であります。はい。えー次 ま,あね、まだ上が話変わりましてまだ上が詰まってる状態で次勝てばまだまだ上に行くチャンスはあると思いますんで引き続き鴨田真理さんのきの応援を続けていきたいと思います。はい、以上ですありがとうございました